どうもブルーンビューティーバーの小西博之です。今回もトータルビューティーサロンやっていて、お客様から聞かれる質問にこちらでも答えていこうと思います。で、今回は、頭皮が乾燥しやすいのでシャンプーを週に1回しかしてないのですが大丈夫ですか、というご質問にお答えしていきますね。そうですね、そうやって頭皮が乾燥しやすいっていうので自分で対策してるっていうのは素晴らしいと思いますね。で、この問題に対しては、まあ頭皮が乾燥しやすい、まあかゆみが出たりすることですね。あとはまあかきやすくてフケが落ちたりとかもあるかもしれないですね。で、シャンプーって結構大事で、まず美容室でも結構お客様から、髪きれいにしたいんですけど何したらいいですかねっていうと、まずシャンプー自分に合ってるか確かめてくださいっていう形で言うんですね。っていうのは、シャンプーって毎日するじゃないですか、大体。で、それが合ってるか合ってないかで、髪と頭皮への影響がかなりでかいんですね。で、シャンプーってその薬局とかスーパーとかで売ってるような市販のものと、その美容室で売ってるような美容室専売品っていう2種類があって、まず絶対自分に合ってるっていうのが大前提ですね。例えばしっとりするシャンプーもあれば、さらっとするシャンプーとかもあったりして、それが、市販だと結構安めだったり、まあどちらかというと美容室の方が高いじゃないですか。それってやっぱり内容の栄養分がやっぱりいいんですね。市販って安いのってやっぱりある程度削られてるもの、もう100均でも売ってるじゃないですか、この時代全然。100均とかだともう結構その泡の洗浄成分っていうのが結構悪いんですね。強すぎて乾燥に持ってく。なので、もしこの方が市販のシャンプーを使って、で、なるべく安めに済ませてるとかだったら、その泡の洗浄成分で結構その必要な油分も持ってっちゃうみたいな感じで洗ってるような感じですね。なので結局それで頭皮が乾燥してくるんで、痒くなったりとかフケが出やすくなってくるんで、まずそれが市販のものだったら美容室で売ってるようなもので、その自分に合うもの、なるべくその美容師さんに聞いて、私どんなシャンプーがいいですかって言ったら、まあ今だったらさっき言ったしっとりとかサラッととかも選べたりするようなも時代なんで、んじゃああなたの場合はちょっと乾燥しやすめか、しやすいかもしれないので、ちょっとしっとりめのやつにしましょうとかなってくるので、行ってる美容室に聞くっていうのは大事ですね。なので、市販のやつでちょっと安めのものを使ってるんだったら、それ変えるだけでも改善しますし、で、もしそれが、まだ残ってるからすぐには買い替えられないっていうんだったら、もうお湯シャンっていう、ほら、お湯だけかけて終わるみたいなのって、お湯シャンって言うんですけど、もうお湯シャンの方がマシですもん、なんなら。もう、まあ今週に1回しか洗われてないっていうんだったら、もうお湯シャンを続ける方がもういいかもしれないですね。シャンプーする前に1回こう流すじゃないですか、シャワーで。あれで、8割、髪と頭皮の汚れが落ちるとは言われてるんですよ。まあ、頭皮って言っても、表面上の汚れですけど、まあ、髪の毛は8割取れるんですね。まあ、スタイリング剤とかワックスがしっかりついてるようだったら、物足りなさはもちろんあるんですけど、あんまりスタイリング剤がついてない状態だったらもう8割ぐらい落ちるって言われてて、シャンプーってやっぱり髪を洗うっていうよりは頭皮を洗うものなんですね。なんで、そういった意味で、お湯シャンでも、悪くはない。市販のシャンプー使ってるぐらいならいい。で、逆にお湯シャンの方がいいんですかみたいな質問もあるんですけども、市販のものをやってるぐらいだったらお湯シャンの方がいいけど、やっぱりお湯シャンって別に流すだけなんで栄養入れてるわけでは全くないんで、だったら自分に合った、美容室で売ってるようなシャンプーを入れた方が、頭皮と髪に栄養が入ったりするんで、そっちの方がいいです。なので、まあ、順番としては、市販の悪いシャンプーが悪い1番目。で、2番目はお湯シャン。で、3番目はやっぱりその美容室で売って自分に合ってるシャンプーの方がいいみたいな順番ですね、やっぱり。なので、この質問に対しては頭皮が乾燥しやすいのでシャンプーを週1回しかしてないんですけど大丈夫ですかについては、市販のものを使ってるんだったらもうやめましょう、そのままお湯シャンで。で、できたらその美容室とかに行って自分に合ってるものを選んでください。そしたらもう毎日やってください。それだと、栄養分が入ってくれるんで、乾燥もだいぶ和らいでくるかなと思うので、そういった形で、ぜひ、
やってみてください。はい。ということで今回はその乾燥とシャンプーについてというテーマでお話しさせていただきました。何かの参考になっていただけたら嬉しいです。で、こういった形で相談がある方やちょっとこれ聞いてほしいなという方は、できればその年代や性別も書いてコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西博之でした。